木炭自動車。木炭自動車とは、木炭をエネルギー源とし、車載した木炭ガス発生装置で、不完全燃焼により発生する一酸化炭素ガスと、同時にわずかに発生する水素、合成ガス等を回収、これを内燃機関の燃料として走る自動車である。九百二十年代から九百四十年代に、かけ、戦時体制にあって、世紀の液体燃料、ガソリン、 経由などの供給事情が悪化した、イギリスやドイツ、日本やフランスなどの資源に乏しい自動車生産国で、後半に覆られたことで知られている。日本の商工省では、木炭ガス発生装置を、石油代用燃料使用装置と呼称しており、それらを搭載した車両の正式名称は、石油代用燃料使用装置設置自動車であるとされ、略して、代用燃料車あるいは、 代年車というが、バスの場合はもっぱら木炭バスや焚き木バスと呼ばれていた。木炭以外に焚き木や石炭、無塩炭を用いる事例もあり、いずれも固形燃料を使用して内燃機関動力用のガスを確保するシステムである。木炭ガス発生装置は同じエンジンを用いるバスと大型トラックや出力と装置の搭載に余裕のある。 比較的排気量の大きい普通乗用車、普通小型貨物自動車にも代用燃料車として改造され通された。鉄道車両ではガソリンカーや小型内燃機関車などにもそのような改造例が見られた。木炭等のガスは内燃機関の燃料としては低質で実用上の弊害も多かったため正規水準のガソリンや天然ガス供給が 改善されるに伴い用いられなくなったが、1990年代以降では、環境分野での啓蒙活動の一環や、戦時下の状況を伝え残すために、木炭バス、木炭自動車を自作、復元するグループも存在する。車載発生炉に区べた木炭や焚き木の不完全燃焼により、発生炉ガスと呼ばれる一酸化炭素を主成分とする可燃性のガスが得られる。 また木炭を使用する場合、発生路中に水蒸気を吹き込み一部を水性ガスとして使用したものもあるようである。発生したガスに含まれるススを分離除去してエンジンまで供給する機能を車載用にコンパクトにユニット化したものが木炭ガス発生装置である。ここから発生した木炭ガスをガソリンエンジンの気化器まで導き、途中の管に 燃料切り替え弁を設けて接続した。湿式法で、木炭や焚き木は水蒸気によってガス化される。この反応は、吸熱反応部分を高温で進行させるために、最低でも摂氏900度が必要とされる。このガス化において、生じたガスの一酸化炭素と水素の組成比は用いた、木炭や焚き木の種類や反応条件といったもので決定される。 一般のガソリンエンジンを搭載するバスやトラックを改造して利用したことから必然的に外観は当時主流であったボンネットバスやトラックと同等で燃料供給装置として車両後部や側面に張り出した焼却炉に似た木炭ガス発生装置を持つことが特徴であるガス発生炉は通常バスの場合は車体後端にオーバーハング搭載 乗用車は後部オーバーハングに、場合によってはトランクルームを潰して搭載したが、トラックの場合は貨物積載性を考慮して、運転台直後の二台一宮に積む事例が多かった。これらに隣接して燃料の新端を積載する荷台も設けられた。貨物車両の場合、助手席側からの乗降性を規制にして、助手席側前輪フェンダーとドアとの間、 ステップにかかるように発生路を積む事例も見られた。極端な事例では、小型車、ダットさんの車体前端、ラジエータ前方に小型発生路2機を、刃の地型に積んだ例がある。既存のガソリンエンジンを流用できることから比較的、簡単に改造できたが、木炭ガス発生装置によるガスの熱量が小さい、ことや、吸気温度が高く充填効率、体積効率が落ちるなどの問題があり、 エンジンの発生出力は極めて低く、上り坂では乗客らが降りて後ろから木炭バスを押すといった光景も見られた。さらに一酸化炭素を主成分とすることから、炉の周囲へのガス漏れなどで、乗務員や乗客の一酸化炭素中毒事故も多発、死者も生じている。木炭自動車は蒸気機関のようなボイラーを使っていない。その性質上、 単純にガス発生炉の火力を強くすれば出力も向上するというわけではない。完全燃焼させてしまえば十分な一酸化炭素を得ることができないからである。木炭バスの燃焼炉では一般の焼却炉とは逆に積極的に不完全燃焼を生じさせる必要がある。これはバス運行経路を通じた乗車率や道路の勾配等を先読みし、 送風機や煙突に設けた弁を操作する高度な技量が求められた。発生したガスから、ススや水蒸気を除去するフィルターの設置は必須であるが、ろ化能力不足のため、ガスには、水分やタール成分が含まれてしまうことが多かった。これらは、シリンダー内でのピストンリング固着やピストン焼き付き、エンジンオイルの極端な劣化など、木炭自動車独自の弊害として現れたことから、 通常のガソリンエンジン以上に頻繁な点検、整備が求められた。日本では燃料用の原油が不足した第二次世界大戦前後の1930年代末期から1940年代後期にかけ民間の燃料消費を抑え、軍用の燃料を確保するため使用された。1910年代以降のヨーロッパにおける木質ガス発生装置開発の影響は 文献等で伝えられていた模様であるが、日本における木炭自動車の最初の記録は、日本板ガラスの前身、日米版ガラスの創立者である実業家の杉田よさぶ三郎が1925年に、個人的研究の範疇で、ガソリンエンジンのトラックを改造して製作したものとされる。杉田の実家は、新炭商であり、また、日本国外への外遊経験などもあったことから、 着想した模様である。1925年8月、大阪での試運転に際しての新聞取材では、廉価な松みを燃焼させて、水蒸気を加えたガスを燃料として利用している旨、説明されており、後年における、湿式発生路の一種であった。実際に、杉田自身の手で長距離試運転も行われたが、後が続かなかった。1927年には、 当時フランス社パナールルガスソールの輸入元であった大阪の稲畑商店、現稲畑産業がフランスから木炭ガス発生路搭載の自動車を初めて輸入している。この頃から国産による自動車用木炭ガス発生路開発が始まりガスエンジンの権威であった浅川ゴンパチによる浅川式1928年日本陸軍の技式 三木基地兵による滝に対応型の三木式陸軍の開発であることから陸式とも1928年から1929年フランスで木炭ガス発生炉工場に勤務した経験を持つ技術者白土城中による白戸式1930年などのガス発生炉が発表され新安特許を取得するようになる以後太平洋戦争中までに 大手企業から中小零細企業、さらには自動車を運行する事業者の自社開発に至るまで、様々流す発生路が出現したが、基本的な原理に大差はなく、吸水による過失を行う湿式、浅川式などと、木炭岩流の水分のみで必要な湿度を補えるとの考え方に立つ乾式、幹式などに大別される。乾式は過失不要で、 もともと水分が入量の多い焚き木の使用にも適するという特徴があるが、反面、焚き木を使う場合は、加工済みの木炭よりもタールなどの発生量が多い欠点があり、湿式との優劣は一概に判断し難い。しかしいずれの方式も燃料の焚き木や木炭をいぶすため、エンジンをかけるのに非常に時間がかかる欠点があった。熟達者でもエンジン始動準備に1時間程度を、 用したといい、戦場では、この遅さは命取りになることから軍用には全くと、言っていいほど使用されなかった。また、発生炉は使用中絶えず高温にさらされるため、熱による劣化が激しく、短期間、数ヶ月2年以内での修繕、交換が避けられなかった。1932年頃から、バス会社などに試行的に、木炭ガス発生炉を採用する事例が生じ始めたが、 この頃は、外資系石油会社の日本進出に伴って、日本国内のガソリン価格が大幅に下落していた時期でもあり、出力低下と取扱いの不便さが伴い、しかも割高な木炭車は定着しなかった。商工省は1934年6月に、ガス発生路設置奨励金制度を創設、バス会社等への手厚い補助を組んだが、導入事業者があまりに少なく補助金。 予算9万円の1割程度しか使うことができず、制度創設3年目の昭和11年度は枠を3万円に減らすような実態であった。それでも1937年以降の日中戦争激化で燃料統制が始まると民間自動車の木炭燃料へのシフトは避けられなくなり、各種のガス発生路開発推進とも相まって導入例が急増した。 商工商補助申請は136年度18件に、対し、翌1937年には50件を超え、以後は急速に増加した。1938年、昭和13年には、東京都でバスに初導入される。1939年、昭和14年には、民間普及促進のため木炭車の全国キャラバンが実施され、1941年、 昭和16年には民間普及促進のため歌とレコードが作られた。戦時中は軍需関連業務でガソリンの特配を受けられる特殊な例外や地元産の天然ガスを燃料に使用できるガス産地のような例を除けば日本全国で木炭車が多用された。国産供給可能とはいえまとまった量の木炭を入手することは容易でなく自社で 木炭生産の炭焼きを行うバス会社や木炭に加工されていない焚き木をそのまま使用する例も見られた。石炭の中にも良質な無塩炭の一種には車載炉におけるガス発生に適した性質のものがあり、わずかながら石炭を利用した事例もある。日本では戦後、配給制度の正規ルートを通さない網ガソリンが出回るようになったことで、 多くのユーザーはこれを利用するようになり、さらに配給制度が撤廃され燃料調達が容易になると、木炭自動車は本来のガソリン車状態に復元された。またバス業界に戦後も多く残った木炭バスは国士で老朽化が進んでおり、GHQ による自動車生産統制緩和が進行してガソリンディーゼル燃料バスが新造されると短期間で代替されて淘汰された。 1951年5月に運輸省がガソリン事情の好転、森林資源の保護の2点を挙げ、木炭自動車の廃止に向けて動き出すことを発表した後は急速にお消した。1980年代以降、事業者や博物館などで木炭バスを製作するケースが散見される。ただし、これらはかつて実際に木炭バスとして使用されていた車両の復元ではなく、 主ととして年代のの古いガソリンエンジンエジバススをベースに、木炭車改造されたものがほとんどである。日本国外では炭素燃料のガス化を利用して燃料を取り出しこれを利用して動作するエンジンを総称してと呼んでいる古くは日本の木炭バスよりも先行して第一次世界大戦期から低知式ガス発生装置の技術を活用してヨーロッパ各国で 自動車に導入された。フランスは第一次大戦後も木炭ガス自動車の開発に熱心であり、1926年には自動車税半額減免1928年以降は自動車税免除と補助金交付を実施するなどの手段で木炭ガス車の平時の普及に努めていた。第二次世界大戦中も純粋な石油事情の悪化からこのような期間は、 ドイツなどの数軸国側の国家のみならず、フランスやイギリスなどの連合国、スウェーデンなどの中立国でも広く用いられた。1950年代以降は燃料事情の改善により多くの国で廃れたが、近年では趣味の一環で自作される例が生じている。アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁は、将来的に石油が枯渇した場合や、 第3次世界大戦などの破局的な戦争や災害が発生した場合に備え、1989年にオークリッチ国立研究所に高出力の新木炭ガス発生装置の研究を依頼している。北朝鮮においては化石燃料不足の影響もあり、多くの木炭バス及び木炭自動車が未だに現役である。米国における木炭自動車の研究は、 アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁によるものが著名であるが民間でも優れた走行性能を発揮する木炭自動車の研究成果を残したエンスージアストが現れている。アラバマ州バーミングハムで農業と木材破採業を営むウェイン・キースはの折に作業車両として用いていた1984年式の燃料費の捻出に苦慮したことが契機となり、 独力で燃料が容易に調達可能な木炭自動車の自作や改良を開始、1987年式ダッチダコタや1991年式ダコタなど複数の自己所有者を改造していき、2011年には似て木炭自動車の最高速度記録を樹立する領域にまで到達した。キースは2004年以降自動車に化石燃料をほとんど 使用しない生活を続けており、自らが開発した木質ガス発生装置の技術資料を公開しているが、その中で次のような技術的成果を述べている。キースの技術的成果は、サイドバルブなどのプリミティブな構造のために、自動車用来年期間の絶対的な性能が低かった第二次世界大戦前後の自動車による木炭社改造の事例と異なり、1970年代の 自動車排出ガス規制の対策から燃焼効率が改善され、オフや OHC といったや半球型燃焼室を採用したシリンダーヘッド、フルトランジスタ構造のイグナイターや CDI といった強力な点火装置などの採用で十分に高性能化した1980年代以降の自動車においては、木炭自動車が市中走行に限定した用途では必要十分な 性能が発揮できることが示された形となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。